こんにちは、カボです。ここは市営の第二駐車場です。今日は大山を登ります。やめなさい。はい、というわけでございましてね、カボちゃんのね、ファンの方には怒られそうなんですけど、カボじゃないですね。カブですね。すいません、僕はカブババでした。というわけでございましてね、今日は、神奈川県の、ここはなんだ、伊勢原市か、の大山に来ています。それでね、神奈川県の山っていうと、唯一登ったことがあるのが金時山なんですよ。で、金時山、まあ、あれは1年半ぐらい前なんですけど、丹沢系とすれば、まあ、今日が初めてになります。この石段登ってるね、動画よく見るんですけど、さすがにね、今はね6時前なんで全然お店とかやってないんですけど、まあ多分山頂に行って、まあ降りてきた頃にはね、まあお店は全部開いてると思うんで、フォロワーさんに教えていただいた、まあこういうね、豆腐料理とかね、まあ食べたいなというふうに思ってます。それでは行ってみましょう。はい、それではね、今回のコースをご説明します。駒山道を通り、男坂で阿夫利神社下社まで登ります。下社からは時計回りで山頂ま で、山頂からは見晴らし台経由で下社まで戻ります。やっぱ全然お店やってないね。自販機が下界の値段ですまあこう下界っちゃ下界だけどね。こうやってんだ。ほんとね、もう初めて来たんで、もうほんとね、ちょっとワクワクしてますよ。クイズ、答えはこの先。あ、こうなってんだ。1252m でした。おお、結構あんだね。ねえ、そうだね。1252m あるんだ。あ、これがよく動画に出てくる、左が女坂、こっちが男坂。え、どういうこと？あ、こっちが女坂でこっちが男坂なんだ。あはぁ、何がどう違うんだろう。はい、今日はね、何の予備知識もなく来てるんですけど、まあ、とりあえず男坂行って帰りは女坂で帰るというふうにしましょう。なんだこれは。ああ、あ、これは、急だね。金剛山の石の階段みたい、この急は。金剛山はね、真ん中にこう手すりがついてたけど、
いやー結構きついなこれ。完全舐めてたな。お、あ、エンジン出たよ、エンジン。なんかいいね、なんか京都の庭園みたいになった。綺麗なね、公衆トイレがありますね。はい、でこの階段を登り切ると、なんだっけ、阿夫利神社だっけ、そうね、書いてある。阿夫利神社のね、境内からあれは太平洋でしょ。すごいね、神奈川の山って海が見えんだね。社殿の向かって左側から頂上に登れるみたいですね。残り90分だってまだ登んけもうここ山頂でいいじゃない。うわ、すっごいなこれ。これよく江戸の町に置いてあるやつやね、これ。じゃあ行きますか。いや、急だな、またここも。宝くじ当たりますように。なんで分かったの。ボタン岩、足元などに見られる球体の岩のこと。どこあっけ、ある、ある、天狗の鼻がついたんだ。これだ。おお、富士見台。疲れたよ。富士見台だって。みんな行っちゃうけど、逃げるのかな。このね。ちょっと平らになってるところ、江戸時代は茶店があったみたいですね。はい、これ矢櫃峠との分岐です。
したんだね。山頂まで300。頂上まで150メートルぐらい。エネルギーで、あの辺かな、あのモコッとしたあたりよく来たよね、ここまで。山頂かな。おお、これか、阿夫利神社。なんていうのこれ、奥の院っていうの。ああ、これはすごいな。山頂はこっちですね。ああ、みんな休んでるよ、上で。山頂じゃや。なんか食えそう。阿夫利神社山頂ですね。すごい。いや、綺麗だな。ちょっとガスってけどね。奥の院行ってみましょう。ああ、すごいね、この山の上にさ。正直言って、すごいね。向こう海だもんね、あれね。うん、あれ江ノ島だ、江ノ島。うわー、こうなってんだ。あのツイッターのお友達とかもね、あの辺に住んでるんだと思うんだけど。でもね、これ正直言ってこれどうやって持ってきたんだよこれ。今ね、9時50分ぐらいなんですけど、山頂、3密になってきちゃったんで。はい、じゃあこっからね、降ります。こっからね、見晴らし台って方向に向かって降りて、そっからまた駐車場の方にね、戻ってきたいと思います。これが電が入ってる。
で、これは、いやー、豆腐のおでんうまかった。めちゃくちゃうまかった。うん、あ、すごいね、朝とは全然違うね。おお、じゃーん、これでかいね。何級でいうとね、ちょうどねこれ C 級ぐらいだね。C 級と分かんねえ。はい、じゃあね、これ食べながら駐車場に戻りましょう。ちょっと